どうも皆さんこんにちは、そうです。先ほどは7月17日に発売したニューアルバムからセンスオブワンダーのミュージックビデオをこの YouTube ミュージックウィークエンドの機会に初公開させていただきました。ぜひぜひたくさん見てください。そしてここからはせっかくの機会なので、今回編曲を担当してくれたヒグマさんと制作秘話的な話だったり、音楽の、話なんかをゆるりとしていこうかなと思います。ということでね、早速ちょっとヒグマさんにディスコードをかけますほい、なかなか出ない。あ、来た。もしもーし、どうも。もしもーし。あ、どうもどうも、ヒグマです。あ、ヒグマさんでしたかヒグマです。あらあら、ということで、はい、今回ヒグマさんに来ていただいて、はい、話ができたらと思います。ということで、じゃあまずはね、センスオブワンダーの話をしようかなと思うんですけど、MV 見ましたか？はい、いや MV めっちゃいい。このなんか、あの歌詞とかもちろん、編曲してる時に聞いてたけど、新しい物語が生まれるっていうか、新しくなるよね、さらに曲が、第2の世界線というかさ、やっぱり、曲だけで聴いてるだけじゃ想像できなかった景色というか、頭の中にねイメージが膨らむというか、さらになんか別視点で新しいこうストーリーだったりを作ってくれたり、そういうのもあるからね、いい MV が出来上がりました。そもそもねこの曲のどんな感じでやってったみたいな話も、まずはね、なんかヒグマさんをなんか先約が予約してたんだよね。そうだよね、なんかそう、確かそうだったね、あのなんか今度作ろうと思ってるんだけど、もう予約してた、なんか行けるって言われて、なんかその時期聞かれたんだっけな、ね、その時期は空いてるよみたいな、行けるよって言ってからで本当になんかその後ソウさんがね作った曲が送られてきて、デモをねまず送って、そこから始まりって感じなんですよね。いや、ありがたいよね。だからなんかそんなに風に、結構決め打ちで選んでくれて本当に嬉しかったですね。いやいやいや、こちらこそありがとうございます。それでデモをヒグマさんにぶん投げて、ちょっとアドバイスというか、俺も曲そんなに作り慣れてるわけじゃないんで。いや、ソウさん結構なんかそれから自分でなんかいろいろやって作って送られてきた曲がめちゃくちゃ良くて、そもそもね、いや本当にめっちゃ良かったからなんか編曲って結構そのもう送られてきたそのメロディーだけは使うけど、それ以外の音はあまり使わないみたいなことが多いんですけど、結構入れてる。だからソウさんが入れてくれた音、そういつもなんかその自分、そんなアレンジとかもできないから、そんなにこうデモのクオリティとかも、軽くドラムとなんかなんとなくコードだけ入ってるのに歌を乗せてみたいなデモだったから、今までは。そうだよね、そう今回は結構ね、なんかやりたい音だったりとか、そういうのをね、なんとかこう再現しようと、いやまた一歩クオリティの高いデモを作ることができたから、なんかそれをこうね組み上げて、なんか音とか入れてくれたりしたのめちゃくちゃ嬉しかった。やっぱり自分でそういう風に音を入れたりとか、編曲の部分もやってもらうと、こういう世界観にしたいんだなっていうのが音選びのところから伝わってくるから、今回の僕編曲させてもらったけど、多分そのソウさんがもうそのまま出したい音が結構鳴ってるような感じが、いやマジでそう、なんか出したい音がなんかレベル100にしてくれたみたいなでも今回あれだよ、普通はだからさ、その作曲と編曲ってバッツリ分かれてることが多いけど、今回はソウさんもほぼ編曲関わってるというか、いやいやようなもので、でもなんかね音入れてもらったりとかで、ちょっとなんかそういうそっち側にも足を踏み込めた感じはねあった。本当に2人で作った曲って感じが ね、そう、作曲部分に関してもさ、作ってた曲のサビとかメロディー違ったりとかさそうなんだよね、アドバイスもらってなんかしっくりこないんだけど、これ何が原因なんだこれみたいな ねちょっと動かしすぎかもとか、あもうちょいなんか音抜いたらなんかいい感じだよとか、ね、めっちゃアドバイスをもらって勉強になりました
これからもご指導ご鞭撻のほどよろしくお願いします。いやいや一緒に作っていけたら嬉しいよ、何でも聞いてほしい。それで言うと曲作りの話とかもちょっとはい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 、深掘ってみたいなっていうので、ヒグマさんはどういう、いや同じだと思うけどね、本当作り方、なんかあでもまずパッドを使って、あれって実はそのキーボードみたいに演奏できるんですけど、そうあれを使ってなんか好きな音のまずシンセ音色選びをして、適当にこうドゥルルルって鳴らして、あなんかこれいいフレーズだなみたいになったら、はいはい、もうメロディーからこうやっていくの、コードいやコードでもない、メロディーでもない、歌メロでもない、なんか後ろで鳴ってるなんか音から作り始めるんだよね。もう完成したら聞こえない音から作ってるかも。なるほど、後ろでこういう雰囲気の音が鳴ってたらいいなっていう、かすかになそういうこと。そう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 、まずはだからもう本ちゃんの主軸の別にメロディーとかじゃなくて、そうそのもう雰囲気みたいなのを埋めていくってこと。あそうそう本当に、それ結構なんか新しい視点かもしれない。多分ね特殊だと思う。それって結構なんかでもこの今動画を見てる人たちとかでね、曲始めたい人とかでも、敷居下がるかもしれない。いやそれ本当にねめっちゃおすすめで、いや結構簡単なの。いや今はねそれすごいな。いや教えたい本当に。それね今、背中押しましたよ。曲を作りたいって思ってる少年少女背中を。いや今これを見てるみんな、これで作ってくれ、頼む。いやだってなんか、俺も、なんかやっぱ曲作るってなると一発目から正解を作ろうとしちゃいがちなんだよね。そうだよね、 100% をね最初から出そうとするとそうなるんだよね、なっちゃうんだよね。でだからその今の作り方はすごい参考になるし、なんか俺もちょっとそれでやってみようって思った。そうめっちゃなんかここに来て今また開いた扉そっか最初に言えばよかった、それ作り始める前に。それ最初に言ってよ本当に。そうだよね、遅いよ、ね、外堀からやっぱり、そう最初から真ん中に行くんじゃなくて、やっぱ外側から粘土をだんだんこう形を整えるように、最初からいきなり綺麗な線を描けないから。結構なんかこの作り方ってなんか意外とその曲作りするなんかその参考動画みたいなの調べても、なんかそういう風に言ってる人ってあんまり見ないかも。あこれ多分あれだね、 DAW を使って DTM をやってる人がなんか作る作曲方法かも、こういう外側からなんか外の音から埋めていくっていうのは。でも俺みたいに刺さる人もいるから、結構これであなるほどってなる人もいると思う。そういると思うね。いい話をね聞けました。ぜひいろんな人にやってもらいたいなと思いますね。いろいろこう曲作り始めたいみたいな人とかもいっぱいいるだろうけど、なんか分かんないながらにいっぱい作っていくのもね大事だよね。いや本当に大事。さっきの話もそうなんだけどやっぱ最初からね正解とかないからね、まず、だからない正解をやっぱ最初から作ろうとしちゃダメなんですよね。そうね、本当にドツボにハマっちゃう、ハマっちゃうよね。そうだからとりあえず遊びでやるのが大事だね、そうパッとね、僕がなんかそういうあの音を作ってるのも遊んでやってる感じなの、感覚的に。なるほどね。でも本当にねなんかこの、まあ、今回 YouTube ミュージックウィークエンドというこのね企画に呼んでいただいて、2人で音楽の話を、まあ、表だってあんまりこういう話をねする機会ってそんなないからさ。そうだね、ないね。結構やっぱ音楽好きな人がねもちろん見てると思うんで、なんかそういうみんなにこう、一歩ね踏み出せるような動画になればいいなって思います。曲作るのいや本当に楽しいんですよね、なんかその、なんていうデモ段階で全然完成してない状態の時も、自分の生み出してったものっていうのがこうなんかどん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 変化していく感じだったり、いやそうなんだよね、なんかねワクワクする感じがあっていや楽しいので、まあ、作曲だけじゃなくてもなんかねとりあえずなんか作ってみることって楽しいからやってみると ね大事ですね、はい、ということで以上ソウとヒグマでした。引き続き YouTube ミュージックウィークエンドをお楽しみください。楽しみください。またね、またね。じゃあ続き切りますね。はい、はいはい、ありがとう。バイバイ。バイバイ。